皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本要約チャンネルのたけみです。さて早速ですが、この動画ではね、飲むだけで若返ってしまうという、毎日ガブガブ飲んでいただきたい、神の飲み物について、合計4つほど、 厳選してご紹介していきたいと思います。飲むだけで若返ってしまう神飲料は何ですかどんなものを皆さん知っていますかと言われて、おそらく多くの人がコーヒーや緑茶だと答えるかもしれません。確かにコーヒーや緑茶は死ぬほど健康にいいことで有名ですから、ぜひ飲んでほしいんですが、今この動画をご覧の皆さんはね、もうすでに私のチャンネルを見てくださっているぐらいですから、もう毎日飲んでしまっていることでしょう。今 らねそんな有名な飲み物についてごちゃごちゃ解説してもあまり面白くありませんから本日は 多くの人がまだ飲んでいないであろう。ちょっと珍しいにもかかわらず、めちゃくちゃ健康に良い飲み物を厳選してご紹介していくので、ぜひ最後までお楽しみください。それでは早速一つ目に紹介したい。あらゆる病気が消えていき、一週間で若返る過眠量は、細胞の新陳代謝が爆上がりする、沖縄産100%アロエベラジュースになります。さて、まずはじめに断っておきたいんですが、 100%野菜ジュースとか100%フルーツジュースといったジュースと名前が付いている飲み物のほとんどは体に悪い野菜や果物味の加糖飲料に他なりません100%ジュースなんて言っちゃうとなんだか体に良いイメージがあるかもしれませんが現実的にはそんなことはございませんジュースはスムージーとは異なり植物が持っている最も健康的な食物繊維 のほとんどが取り除かれてしまっていますさらに多くのジュースはそのまま100%の状態では美味しくないため飲みやすく味を調整するため砂糖や人工甘味料が添加されていますつまり世の中に流通しているほとんどのジュースがコーラなどと同じ砂糖がたっぷり入った加糖飲料に他なりませんですが中には例外もありましてジュースとしてとっても健康効果が失われないものや むしろジュースででった方が健康的なものものあるんですねその代表例としてトマトジュースが有名なんですが実はある意外な飲み物もジュースとして飲むことで高い健康効果をゲットすることができると分かっているんですその飲み物が今回ご紹介したいアロエジュースになりますまずは手っ取り早く おすすめのアロエジュースを紹介しておきましょう。ぜひおすすめしたいアロエジュースはこちらの沖縄産100%のアロエベラジュースとなっています。こちらのジュースはアロエの中でもアロエベラという非常に健康効果の高い品種を100%使用したオーガニックジュースになっています。まずはなぜアロエジュースは数ある植物の中でもジュースとして飲んで OK なのかをサクッと説明します。 アロエの加色部分というのはアロエの葉の表面を取り除いたゼリー状になった部分ですよね。アロエの葉の表面には。 アントラノイドという毒性の高い物質が含まれていて、ガンのリスクを高めることが報告されているなど、非常に危険であります。そのため、過食部分だけを丸ごとジュースにしたアロエジュースというのは、生のアロエを食べるのと同等の効果が得られるというわけなんです。また、アロエは栄養素が豊富である分、酸化しやすいという性質もありまして、収穫後8時間以内にジュース化するなどの 加工を施さなければ劣化してしまうとも言われています収穫後8時間以内のアロエを食べられるような環境に住んでいるという方はなかなかいらっしゃらないでしょうから多くの方にとっては生のアロエよりもジュースの方が体に良いと言えるわけなんですもう一点生のアロエはなかなか入手しづらいという点も アロエジュースのメリットと言えるでしょうそもそもねアロエがそのまま売られているスーパーなんてほとんど見かけませんよねまた仮にたとえアロエが手に入ったとしても先ほどの毒性からご自身で調理するのは危険と言えるんですまた市販されているアロエ製品のほとんどは砂糖入りのアロエヨーグルトとかアロエのシロップ漬けなど糖分や人工甘味料といった余計な添加物が入りがちなんですその点 こちらの100%アロエジュースは糖分無添加で。 アロエの良いところだけを贅沢に摂取することができてメリットが大きいというわけなんですねとはいえ市販のすべてのアロエジュースが良いというわけではありませんまあねこれは別にアロエジュースに限った話ではありませんがいくら健康に良いと言われているものであっても市販されているものの中にも良いもの悪いものが大抵あるんです中には飲むことでむしろ体に害をもたらしてしまうようなアロエジュースもあるため注意が必要 なんです体に悪い偽物のアロエジュースの特徴としましては保存料や酸化防止剤などの合成添加物が入っている大量の農薬が使用されている海外産で塩素殺菌を行っているなどといった点が挙げられますまず保存料などの添加物が含まれているというのは論外になりますこれはアロエジュースに限らず全ての飲み物について言えることになりますちゃんと後ろの成分表 表示を見て添加物が含まれていない無添加のものをできるだけ選ぶようにしてほしいですそして 特に注意しなきゃいけないのが人工甘味料や砂糖といった添加物になります。アロエというのは果物の中でも比較的糖分が少なくむしろ血糖値を下げてくれる効果がございます。そのためジュースにしてもヘルシーなんですがそんなヘルシーなアロエジュースに甘みがちょっと足りないとか言って砂糖を入れちゃったらせっかくの健康効果が台無しになってしまいます。また 危険な農薬が使われていないかどうかというのも重要な判断ポイントになります。まあこれもね、アロエに限った話ではありませんが、農薬の害というのは将来本当に何が起こるかわからないので、できる限り摂取しないということをお勧めいたします。アロエというのは表面の皮を取り除いて食べるため、そこまで農薬の害はないでしょと思う人もいるかもしれませんが、特に海外産の安いアロエなどに は大量の農薬が使われることで中身にまで農薬が染み込んでしまっている恐れがあるんですそのため自然な有機肥料だけを使ったオーガニックなアロエジュースを選択するということが重要でしょうそして何と言っても外せないポイントが安心安全の国産それも高品質な沖縄産を選ぶということ沖縄は サンゴ石灰土壌といって豊富なカルシウムを含有する土壌を持っていてアロエの栽培には最高の条件が揃っておりますそのため沖縄産のアロエは他の産地に比べて最も健康効果が高いと考えられていますまた先ほどの通りアロエというのは酸化しやすいですから沖縄で収穫されてそのままジュース化された100%沖縄産のものでなければ健康効果は薄れてしまいます そして今回紹介したこちらのアロエベラジュースはこれらすべてのポイントを満たした最強のアロエジュースと言えるでしょう。 こちらの商品は無添加の100%ジュースであることはもちろんジャスニン付きのオーガニックな沖縄産アロエベラが贅沢に使用されています早朝沖縄で採れた新鮮な朝採りアロエベラをそのままジュースにしておりますから栄養素が酸化することなく生のまま残っているという特徴がございますそのため塩素殺菌などの加工を施すことなくアロエベラの有効成分を全て余すこと なく摂取することがで,きるんで,すではそんなアロエベラの有効成分には具体的にどんな素晴らしい効果があるのかこちらの100%アロエベラジュースが持っている健康効果としましては次の3点が挙げられます1アロエベラ特有のネバネバ成分多糖体の効果2たっぷりの食物繊維による成長効果 3. 沖縄の海に由来する良質なミネラル。さて、アロエというのは現在世界で300種類以上の品種があるとされているんですが、中でも沖縄原産のアロエベラは非常に果肉が肉厚であることで有名なんです。これは沖縄のアロエベラが太陽がさ々んさんと降り注ぐ過酷な環境下で育っていて、自らの果肉にたっぷりの水分を蓄えることによって 肝臓を防いでいるためだと言われていますさらに有機栽培で育てられたアロエベラは農薬によるストレスを受けませんから粘り気が強く透き通っているというのが特徴になりますそしてその粘り気の正体こそがアロエベラが持つ多糖体でありますさて多糖体これ初めて聞いた人多いと思います多糖体というのは多糖類に似た言葉ではありますが実は全くの別物 ものなんです。 タトウ類というのはデンプンなどのあまり嬉しくない糖分のことを指しますがタトウ体というのは乳酸菌のような善玉菌が作り出してくれる物質のことで私たちの健康に非常に良い影響を与えてくれるんです実はアロエベラに含まれるタトウ体の量は他の品種のアロエに比べて圧倒的で一般的な木立アロエの10倍以上と言われているんですこのタトウ体には粘膜を強くして 免疫力をアップしてくれる効果や血糖値を調節する効果、細胞の dna に働きかけて、新陳代謝を促進する効果などが知られているんです。またね、私たちの腸内の善玉菌のエイサーになることで、腸内環境を改善してくれることも知られていて、次にご紹介する食物繊維とともに腸をきれい、きれいにしてくれる効果がございます。また。 砂糖体はプルテオグルカンという私たちの体の中で液体を保持する物質に変化することも知られています。簡単に言えば体の保水効果をアップしてくれるということ。そのため細胞の新陳代謝のアップ作用と合わせてお肌の潤いをアップし、美容的にもメリットがあると言えるでしょう。 そして何と言っても嬉しいのがアロエベラが持つたっぷりの食物繊維になります。皮を剥いだアロエベラを丸ごと使ったこちらのアロエベラジュースはアロエ由来のたっぷりの食物繊維が含まれています。 生のアロエがネバネバでプルプルなことからもわかる通りでアロエに含まれている食物繊維の多くが海藻と同じ水溶性食物繊維になっています水溶性食物繊維というのはその名の通り水に溶ける食物繊維ですからジュースにしても失われることがなくて丸ごと摂取できるというわけなんです水溶性食物繊維これめちゃくちゃ重要ですよ皆さん水溶性食物繊維は便通を 良くしたり善玉菌の餌になることで腸内環境を改善してくれますからアロエベラジュースはお腹の健康に非常に最適な飲み物だと言えるんですおまけにアロエベラジュースには沖縄の海由来の良質なミネラルがたっぷりと含まれておりますからカリウムやカルシウムによる様々な健康効果が期待できますこのように素晴らしい健康効果の数々があるアロエベラジュースですが1本2698 ととと聞くとちょっと高いよううな気がしてししてままかもしれませんですが、アロエベラジュースはこのようにあまりにも多糖体や水溶性食物繊維が豊富ですから飲みすぎると逆に下痢をしてしまうということが知られています。そのため一日に飲む量はほんのちょっとでいいんです。こちらのアロエベラジュースは1本 900ml で 一日の摂取量は 70ml 程度で十分ですから、一本でおよそ2週間持つ計算になります。飲み始めの頃はもう少し半分くらいに量を落としてもいいと思うので、そうすれば一本で1ヶ月持つ計算になります。そう考えれば、アロエベラジュースの健康効果を考えれば、決して高い買い物ではないことがわかるでしょう。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ一度試しにご賞味ください。もちろんね、ご自身で無抵 変化の健康に良いアルエベラジュースが見つかるのであればそちらを購入してもいいと思いますそれでは次2つ目に紹介したいあらゆる病気が消えていき1週間で若返る神飲料は脳細胞がピカピカに若返るオーガニックペパーミントティーになりますさて ペッパーミントティーという飲み物皆さん知っていますか眠たい時、集中したい時などによく飲まれているハーブティーになります。ペッパーミントティーが持つ健康効果の中で最も注目に値するのはその高い鎮静効果ではないでしょうか私たちは健康というとね、体の健康ばかりについつい目が行きがちになってしまいます。確かに体の健康は幸福の土台であり、それを維持するのは非常に大切 なことでしょうですが体の健康と並んで大切なのは心やメンタルの健康なんです。 現代日本はストレス社会とも言われ体は元気であるにもかかわらず心の病を患ってしまう方が多くいらっしゃいます。特に昨今はコロナ禍によって精神疾患の患者さんが急増しているということがニュースにもなっています。ある調査によると2017年に比べて2020年では日本人の精神疾患患者がなんと1.5倍に爆増していて600万人以上が今心 のトラブル、メンタルのトラブルを抱えていらっしゃいます。精神的な診断がついていない、メンタルのトラブルを加えたら、さらに多くの方が、心に問題を抱えながら生きていると考えられるでしょう。なかなかね、病院に行かない人も多いと思うので、そう考えれば患者数はもっと多くなるはずです。また最近では、うつ病のようなメンタル疾患は、認知症のリスクを上昇させてしまうということも知られているので、 要注意なんです。うつ病は？ 若者や働き盛りの30代から40代のものだというイメージがあるかもしれませんが、最近では中高年のうつ病も増えているのが現状です。そのため心の健康というのは若者に限らず全年齢で気をつけなければいけないことなんです。心の健康のためには睡眠や適度な運動も大切なんですが、ぜひ積極的に取り入れていただきたい習慣がハーブティーをコツコツ飲むと と,いうことハーーブティーは私たたちののの心心身ををリラックスさせ日頃の心の疲れれ癒してくるる効果があるためなんですとはいえ、ハーブティーにはね、無数の種類がありますから、一体どのハーブティーがいいんですかと迷ってしまうことでしょう。そんな方はまず、このペパーミントティーを試してみてほしいと思います。ペパーミントティーが初めての方におすすめできるのが、こちらのペパーミントとスペアミントをブレンドした オーガニックハーブティーになります。こちらのハーブティーは本場エジプト産のペパーミントとスペアミントをブレンドした非常に飲みやすいハーブティーになっています。ハーブティーを選ぶときはやはりオーガニックであるというのが絶対に外せないポイントとなります。水溶性であろうと、使用性であろうと、農薬というのはお湯で煎じることでお茶の中にどんどん溶け出していきます。ミントの葉っぱをそのまま煎じるミントティーは農薬のデメリー トをダイレククににに受けるるここととなななたため確実に無農薬やオーガニックなものを選びたいところなんですまた、ペパーミントといえば、インドが有名ですが、エジプト産のペパーミントには、独特の清涼感と甘みがあって、初めて飲む方にも、馴染みやすいというメリットもございます。ナイル川の豊かな水と、寒暖差の激しい気候によって、エジプト産のオーガニックハーブは、たっぷりの栄養を備えていると言われています。 その点、こちらのオーガニックペパーミントティーは、心身の健康のためにうってつけの商品であると言えるでしょう。また、こちらの商品のポイントとしましては、ペパーミントとスペアミントをブレンドしているというところにあるでしょう。ペパーミントとスペアミントは同じミントの仲間ですが、ペパーミントよりも清涼感が強く、スペアミントはより刺激が弱いというのが大きな違いになります。ペパーミントにはメントールがたくさん含まれていますから、 初めての方や夜飲むには少し刺激が強すぎるというデメリットもあります夜に刺激の強いペパーミントを飲んだら脳が覚醒して眠れなくなってしまう恐れもございますですがそこにスペアミントをブレンドすることで香りが柔らかくなりほのかな甘みがある飲みやすいハーブティーに仕上がっていますエルカルボンという独特の香り成分が含まれるスペアミントをブレンドしたこちらの商品はまろやかで夜飲むために はぴったりの仕上がりになっていますちなみにミントティーにはねカフェインが含まれておりませんので心身のリラックスのためにもぜひ夜に温めて飲んでいただきたいドリンクになっていますペパーミントとスペアミントを摂取することで期待できる健康効果としましてはやはりなんといってもその高い精神安定効果が挙げられるでしょうこれらのミントに含まれる香り成分には精神を安定させる リラックス効果やイライラの原因となる頭痛を改善してくれる効果がございます中でもスペアミントは継続的に摂取することによって睡眠の質がアップするということも実証されておりますから夜寝る前などにリラックスして温めて飲むにはうってつけと言えるんです被験者にスペアミント抽出物を90日間にわたって摂取してもらった実験では入眠がスムーズになるとともに寝起き後の中 注意力や行動力が高まるということが分かりました この実験結果から、スペアミントは睡眠の導入を促し、睡眠の質を高めてくれる効果があるとわかるでしょう。睡眠の質は私たちのメンタルに直接影響を与える非常に大切な要素ですから、それを改善することで疲れた心がどんどん元気になっていくはずなんです。さらにさらに、ペパーミントとスペアミントには次のような健康効果もございます。脳の機能を高めて認知症を予防する効果。 胃腸ののの機能をををアアップすするるる効効効果果果毛穴の黒ずみを取ってくれる効果花粉症をはじめとするアレルギーの予防効果こんな風に、心身に様々な良い効果を及ぼすことが分かっています。スペアミントの中には、ロスマリン酸というね、ちょっと珍しい栄養素が含まれています。ロスマリン酸は、シソなどにも含まれているポリフェノールの一種ですが、高い抗酸化力がありまして、脳にアミロイドベータと いいいううゴミががたままらないようにすするる作用があるとわかっていますこのアミロイド β は日本人で最も多い認知症のタイプであるアルツハイマー型認知症の原因と考えられておりますからスペアミントティーには認知症を予防してくれる効果があると言えます。さらにロスマリンさんには加齢とともに低下する記憶力をアップしてくれる効果や集中力や言語理解力が高まる効果が臨床試験によっても確か しかめられておりますこのように 脳に良いだけでなく、ペッパーミントティーは私たちの体の健康にとっても素晴らしい効果をもたらしてくれます。実は、ペッパーミントというのは飲みすぎると下痢を起こしてしまうことがありますので、どれほど体に良い,いと言っても、やはり飲みすぎは禁物になります。これは、ペッパーミントに胃腸の筋肉をリラックスさせる効果があるためなんです。ペッパーミントティーを適度に飲んで胃腸の筋肉をリラックスさせると、 日頃の食生活の乱れによって疲れてしまった胃腸を休ませることができて健康に良い効果がございます。 ですがそのような筋肉のリラックスが過剰になると胃腸の消化吸収機能がストップし飲んだものがそのまま便に出てしまって下痢になってしまうというわけなんです。そのためペッパーミントティーは1日2杯程度までに留めておくというのが良いでしょう。また1日2杯程度であればこれらの健康効果の他に 美肌効果や花粉症を沈めてくれる効果など、ペパーミントティーには嬉しい効果が盛りだくさんとなっています。ペパーミントには、お肌の水分と油分のバランスを調節する働きがあり、乾燥肌や過剰な皮脂の分泌を抑えてくれる効果がございます。毛穴の黒ずみというのは、乾燥して傷ついた皮膚で過剰に皮脂が分泌されることで起きちゃいますから、乾燥肌と皮脂分泌の両方を 改善ししてくれるるるペパーーミンンントティーはまさに飲む毛穴クレンジングでであると言えるでしょうおまけにペパーミントティーに豊富に含まれるミントポリフェノールには鼻の粘膜の腫れを抑制してくれる作用があるので花粉症や鼻炎持ちの方にはぜひ飲んでいただきたい飲み物になっています。これほどの効果がありながら1袋わずか36円となっていて1個のティーバッグから2杯は入れることができますから驚きの 安さと言えますよね先ほどの通りペパーミントティーは1日2杯程度で十分ですから1日ティーバッグ1個を目安に使うようにしましょうそれでは次3つ目にご紹介したいあらゆる病気が消えていき1週間で若返る神飲料はダイエット成功率99%の無添加の昆布茶でありますさて昆布茶のなんと言っても嬉しい効果がその圧倒的な美容効 になりま,すまず注意していただきたいのが、ここでご紹介するのは、古くから日本で飲まれている漢字の昆布茶であり、最近、にわかに話題になっているカタカナの昆布茶ではありません。これはね、ちょっととてもややこしいですが、最近流行りのカタカナの昆布茶は、正式名称を紅茶キノコと言って、昆布とは全く関係ない発酵飲料になります。紅茶キノコというのは、 酵母菌に紅茶や砂糖を入れて発酵させた飲み物のことで砂糖や砂糖が多くて正直あまりそんなにおすすめはできません。もちろん砂糖や砂糖が少ないものであればめちゃくちゃ健康にいいのでおすすめではあります。また紅茶キノコは製造の過程でサルモネラなど有害な菌が発生しやすいことも報告されていますのであくまでここでご紹介する昆布茶は漢字の昆布茶であるということに 注意してほしいです。さて、そんな感じの昆布茶ですが、こちらは紅茶器のことは違って、粉末状にした昆布をお湯に注いで飲むだけというね、非常にシンプルな飲み物になっています。昆布茶には次のような健康効果がございます。1、不幸基産鎮による脂肪燃焼効果。 2. アルギン酸による血液サラサラ効果。3. 水溶性食物繊維による腸内環境改善効果。4. ードによる活力アップ効果。5. グルタミン酸による満腹効果。このように揚げ出したらキリがないほどの美容健康効果が昆布茶には詰まっています。ベストセラー、毎朝昆布茶を飲んだら2週間で3キロ痩せたという本によると、そのタイトル通り、昆布茶を飲むだけで99%のダイエット成功率が得られるということが分かっています。そのようなダイエットの成功率の秘密は、実は昆布茶による味覚の正常化に にあります私たち現代人は様々な超加工食品によって知らず知らずのうちに味覚を狂わされているんですね。超加工食品には人工甘味料や化学調味料など自然界には存在しない調味料がふんだんに使われておりますよね。そのような合成調味料は私たちの味覚を狂わせ本来健康ではないものを美味しいと錯覚させてしまいます。そしてそのような 作られた味覚に慣れてしまうことで、私たちは脂っこいものや甘すぎるものなど、太りやすい食べ物の依存症になってしまいます。ですが、昆布茶には天然の旨味成分がたっぷりと含まれています。お腹が空いた時に昆布茶を飲むことによって、このような天然の美味しさに舌が慣れて、私たちの脳が本来の味覚を取り戻せるようになるんです。 このように味覚が正常化すると人工甘味料や化学調味料が使われた超加工食品をまずく感じるようになります。このようなメカニズムによって昆布茶は私たちをダイエットの成功へと導いてくれるわけなんです。皆さんね、味覚が正常化されたら超加工食品がまずく感じるとか変な味がするというのはなかなか想像できないかもしれませんがこれ本当です。私もね、味覚が正常化されていますので超加工 高食品とかを全く美味しいと思えないんですねだからこそ自然に食べないこれは極めて重要なことです食べたいという欲求そのものがなくなるので食べないということなんですそしてもちろん昆布茶にはこのように味覚を正常化するだけでなく先ほど挙げたように直接脂肪燃焼を促す効果もございます昆布にはフコキサンチンやアルギン酸フコイダンといった特殊な栄養素がたくさん含まれています これらが共同して働くことでどんどん代謝がアップして脂肪が燃焼し全身の炎症が収まっていくんですまた昆布茶には私たち現代人に不足しがちな養土を補給することで甲状腺ホルモンをアップしてくれるという効果もございます甲状腺ホルモンというのは一言で言うと体を全体的に元気な方向に持って行ってくれるホルモンのことになります甲状腺ホルモンがアップすれば ががが上がってて活力が出て代謝もアップしますこのように昆布茶は私たちの体を脂肪が燃えやすい体に作り変えてくれるんです。さらに昆布茶に含まれているフコイダンという水溶性食物繊維は免疫力を根本から底上げすることで感染症のみならず癌予防にも効果があるとして今医学的にも大注目されています。昆昆布布のの粉末をお湯にに溶かすだけの昆布茶にこれほどまで の健康効果があるというのは驚きですよね昆布はご存知の通り海で取れる海藻ですから農薬などの心配もありません無添加であればどの昆布茶を選んでもそこまで大きな失敗はしないでしょうですがあえておすすめの昆布茶を紹介しておくとすればこちらの 北海道函館産の真昆布パウダーがおすすめになります。こちらの商品は函館産の良質な真昆布を粉末にしただけの最高にシンプルな商品になっています。市販の昆布茶には味付けのために塩や砂糖が加えられているものも多いですが、こちらの商品はそのような余計な付け足しは一切ございません。そのため、昆布茶としてのみならず、味噌汁に入れて飲んでいただいたりと、いろんな使い 使い方ができるのが嬉しいポイントです。どんな料理にも合わせることができますから、ぜひ活用してみてほしいです。また。 味が薄くてちょっと飲みづらいですという方は、梅干しを加えることで、梅昆布茶として飲むのもおすすめになっています。梅干しには脂肪吸収を抑えたり、食後血糖の上昇を抑えてくれるなどのダイエット効果がありますので、昆布茶が持つダイエット作用をより倍増してくれることでしょう。 それでは次、ラスト4つ目に紹介したい。あらゆる病気が消えていき、1週間で若返る紙飲料は、重金属を無毒化する、バナナスピルリナドリンクになります。さて、バナナスピルリナドリンクと言われたって、すぐにピンとくる方は少ないと思います。実はスピルリナは、今世界的にも大注目されているスーパーフードで、飲まないのはもったいないほどの、高い健康効果があることが知られています。 スピリ,リナというのは非常に古くから地球に存在する海藻の一種で一説には30億年以上前に誕生した最古の植物の一つであると言われていますスピリリナの健康効果として注目されているのが次のような効果です白髪予防や発毛といった髪の毛の若返り効果細胞の奥から若返るアンチエイジング効果水銀をはじめとする重金属の無毒化作用このような な美容健康効果をスピルリナは兼ね備えているんですスピルリナは健康な発毛を促進するために必要なありとあらゆる栄養素が詰まっています。年をとって薄毛や白髪になってしまう根本原因というのは活性酸素と髪の毛の材料の不足になります。加齢や紫外線、生活習慣の乱れなどによって頭皮に活性酸素が溜まってしまうと髪の毛の生え変わり周期であるヘアサイ クルが見られてしまいますまた私たちは年を取ると血管が老化し血流が悪くなっちゃいますから薄い頭皮の隅々にまで髪の毛の材料を送り込めなくなってしまうんですさらに髪の毛の材料はタンパク質ですから食生活の偏りによってタンパク質不足になることでどんどん薄毛が進行していってしまいますスピルリナにはこのような白髪や薄毛の原因をすべて解決してくれる 力があるんです。スピリリナにたっぷりと含まれているビタミン E は抗酸化ビタミンとも呼ばれ、頭皮の活性酸素を除去し、ヘアサイクルを正常化してくれる働きがございます。またスピリリナに含まれるフコシアニンという天然の青色色色素には血液サラサラと貧血予防の2つの効果があるので、頭皮の血行を改善することで薄毛に必要な栄養素をたっぷりと髪の毛に送り込むことができるようになります。 おまけにスピリリアにはタンパク質が多いですから髪の毛を作るための材料の供給もバッチリであると言えるでしょう。 さらにスピルリナはメラニン色素の原料となるチロシンというアミノ酸も豊富なので白髪対策にも有効です。そして忘れてはいけないのがスピルリナによる重金属の無毒化作用になります。私たちの体の健康のためには魚を摂取することが不可欠であるということは今更言うまでもないでしょう。100歳まで健康的に生きた長寿者のほとんどが卵と魚を積極的に食べ いいていたという調査結果もあり良質な不飽和脂肪酸とたっぷりのタンパク質が同時に取れる魚こそ最強の健康長寿食であると言えるでしょうですがそんな魚にも唯一の欠点がございますそれが水銀をはじめとする重金属の問題なんですね川や海には環境中の微生物によって作られたメチル水銀が多く存在するんですが海に住んでいる魚たちはそれを 日頃から飲み込んでしまいまいす特にマグロなどの大型の魚は食物連鎖によって水銀のような重金属が溜まりやすいということが知られています。メチル水銀は水俣病の原因としても有名で私たちの神経系に対して高い毒性を持っています。ですので魚はたくさん食べた方がいいけれど一方で水銀はなるべく取りたくないよというジレンマがあるんです。そんなジレンマを解決してくれるのが スピルリ,リナになりますスピルリ,リナと魚を一緒に取ることで水銀をはじめとする重金属が無毒化されるということが報告されていますそのため魚の健康的なメリットだけをゲットすることができるというわけなんですさてそんなスピルリ,リナですが生の状態ではほとんど手に入れることはできないので基本的にはサプリメントかパウダーのどちらかで摂取することになりますサプリメントには酸化や添加物の問題がありあまり おすすめでできないのの市販の無添加スピルリ,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 リナの唯一の欠点はまずいということ。スピルリ,リナは一言で表すと青汁みたいな味でとてもではありませんがあまり飲みやすい飲み物ではないんですね。そこでおすすめなのがバナナと一緒にスムージーにして飲むバナナスピルリ,リナドリンクになります。バナナと一緒に飲むことで スピルリナの苦ががが抑えられ美味ししくくお召し上がりいただくことでできるんです健康ならば、どんな味でも構わないよという人いるかもしれませんが、味というのは、継続のためには意外と大切なんです。味がまずいと、どれほど健康的でも飲むのが苦痛になり、続かなくなってしまいます。その点、バナナであれば、砂糖や人工甘味料と違い、マイナスになることはありませんし、むしろスピリナに足りない、食物 やアエンをたっぷりり含んでおりますからスピルリナドリリンクの効果を倍増ししてくれるると言えるでしょうスピルリナも無添加であれば基本的にはね、どの商品でも問題ないと言えますが、最強の健康効果を求めるのであれば、こちらのフローソーというブランドのスピルリナが良いでしょう。フローソーは沖縄県久米島の海洋深層水で育てられた国産100%のスピルリナで、なんと放射性元素を除く地球 常の全てのすてて元素が含まれていまれいこちらのフロー層にはサプリメントタイプとフレークタイプしかなく粉末タイプがないのが残念なところですがバナナと一緒にスムージーにするのであれば何の問題もないでしょうむしろフレークタイプならドリンクだけではなく味噌汁などに混ぜることもできるため使いようによっては使い勝手がいいと言えるでしょう同じ海藻の仲間として先ほどの昆布パウダーと混ぜるのもおすすめになるのでぜひ さて、それでは、この辺で本日の動画の内容を最後にしっかりとまとめておきましょう。本日のまとめ。この動画では、あらゆる病気が消えていき、1週間で若返る紙飲料について、合計4つご紹介いたしました。 ポイント1沖縄産の100%アロエベラジュースはアロエベラ特有のネバネバ成分多糖体によって圧倒的な若返り効果が期待できるポイント2ペパーミントとスペアミントのブレンドハーブティーには精神を沈めて心身をリラックスしたり脳の機能をアップすることで認知症を予防する効果があるポイント3昆布茶には加工食品の摂取によって狂ってしまった味覚を正常化 し食べ過ぎをを予防ててダイエットの成功率を高めてくれるる効果があるポイント4。海藻の仲間であるスピルリナには、白髪や薄毛を予防してくれる若返り効果だけでなく、魚に含まれるメチル水銀をはじめとした、重金属を無毒化してくれる作用があると言われている。 本日は以上です。この動画が良かったら高評価ボタンンとチャンネル登録どうぞよろししくお願いしま,すまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました